ドラゴンズ先発は小笠原でした。初回ワンアウト二塁一塁でバッターボックス牧ショートゴロ、しかしダブルプレーは取れません。ツーアウト三塁一塁となってバッターボックス外、しかしこの先制のチャンス空振りの三振に倒れます。2回です。ベイスターズ先発は今永、先頭の細川を三振に取ります。その細川4回2アウト2塁という場面で再び回ってきました。このサードゴロ茅野がよく取りました。そして外もよく伸びました。得点を与えません。4回の裏です。先頭バッターの外がツーベースヒットで出ます。そしてランナー二塁に置いたときに非常に強い大和がライト前に持っていきます。これで三塁一塁、バッターボックスは戸柱。このサードゴロセカンドに送ることもできず一塁だけアウト。この間に1点を先制ベイスターズ。7回の表ワンアウトランナー二塁で再び細川がバッターボックス、しかし三振に倒れます。この後2アウト2塁で高橋サードゴロ、我慢のピッチング今永です。さあそして7回の裏2アウト1塁で桑原の打球はライトへのフライ。ここで小笠原はマウンドを降りました。8回の表です。2アウトランナー2塁、バッターボックス宇佐美、逆方向へ返していきます。左中間破りました。これが同点のタイムリーとなります。さあ8回の裏チャンスを作ったベイスターズですが、戸柱がファーストゴロに倒れました。さあ1対1で迎えた9回の表、2アウトランナー1塁、バッターボックスに高橋周平、逆方向よく伸びました。関根ジャンプも及ばず、1塁から石川が帰ってきました。さあそして9回の裏はライデル・マルティネスがマウンド。関根を最後三振に取ってゲームセット2対1、ドラゴンズが勝っています。